こんばんは。今回が、2回目になりますけど、週刊フレーバー、今回は紅茶をやります。はい。今回の紅茶に関してどんなことをやるかというと、まあ一応ざっくりと言いますと、最初にゴールデンルールと言われる、英国式の紅茶の立て方を実際にやります。はい。で、そのやり方でやると、どういう現象が起こるか。で、それを見せた後、実際僕が喫茶店を教える時の、入れ方をやります。で、実際に、なぜ、うちがゴールデンルールじゃない、フレーバー式の入れ方をするかっていう、一応説明をやってみたいと思いますね。はい。ということで、まず、最初に、英国式の、紅茶の入れ方の場合、ポイントとなるのは、まず最初に、お湯をたっぷりと、沸かすことになりますね。はい。で、実際に今回、お湯をたっぷりと言っても、あまりたっぷりにしすぎると、時間かかりすぎるんで、はい、ちょっとまずいんで、とりあえず、500cc だけ用意します。少なめに。これは、だいたい、今回このポットを使って、紅茶を立てるんですけど、このポットだとだいたい300から 350cc ぐらい入るんですね。それに対して 500cc だから少しだけちょっと多めにやりました。はい。で、その状態で、お湯を。これが今 500cc の水を用意しまして、これを沸かしますね。パットにしますか。はい、じゃあ、で、今回、わかりやすくするために、はい、どうぞ。外してください。温度計も、わかりやすいのつけました。で、この時に、英国式も、うちがやる方法も同じなんですけど、ポットを温めます。ポットを温めるということはどういうことかというと、まあ、お湯を入れておきますね。で、この状態にしておいて、今度は、茶葉を計量します。今回は、ダージリンを使いたいと思いますね。はい、はい。まあ、いわゆる高級な茶葉ですね。よく聞きますね。はい。高級で、ものすごくいいダージリンに関して言うなら、マスカットフレーバーという、マスカッテルという。余韻にマスカットをこう食べると、渋みがちょっと後で出てくるでしょ？はい。鼻に抜ける香りが、出る、マスカッテルって言うんですけど、それが出る、ダージリンは最高級になりますね。ダージリンにもいろいろ種類があったんですね。というよりも、今のダージリンだとそこまでいいのはあんまりないです。手に入らない。結構入らないですね、今は。うん。僕も、昔、やっぱり、どうですかね、15年ぐらい前に、紅茶にちょっと凝った時に、マスカットフレーバーというのは、あ、これがマスカットフレーバーかっていうのを、体験したことがありますけど、今なんかはもうそう、体験したことがないんで。ああ、そうなんですね。うん、まあ、だけど、うちの使ってるこの紅茶は、いい紅茶だなと思います、実際に。はい。で、今、この段階でもう、70度越して、もう、75度まで上がりましたね。お、一気に上がってきましたね。で、ゴールデンルールっていうのは、どういうところが特徴かというと、このお湯が沸いたときに、しっかり沸かせます。はい。つまりしっかり沸くっていうことは、ただグラグラっとしたんじゃなくて、完全に沸くまで待ちます。はい。で、完全に沸いたのを、用意したら、ポットのお湯を一回捨てます。はい。そして、茶葉を最初に入れておいて、高い位置からお湯を注ぐ。これが大体基本となりますね。それをやってみます。はい。まずはゴールデンルールを。はい。ゴールデンルールをやりますね。で、今、この状態でお湯がだんだん沸いてきました。沸いてきました。
今、95度、100度間近ですね。で、まだ、泡が、ブクブクが弱いでしょ？はい。現在、98度ぐらいですかね。つまり、下からの熱が、すべて蒸気に変わってないんです。はい。つまり、すべて蒸気に変わるというのは、こういう状態です。はいはいはい。これ完全に下からの熱がすべて蒸気に変わってます。はい。ただこういう状態を作るわけです。で、ゴールデンルールの場合は、どちらかというとこれをしっかりと泡立てたところで、じゃあこれを外しますね。ポットの湯を抜いて、じゃあこっちへ移してください。はい。で、ここで位置はいいですかね。はい。で、このお湯を上から、高いところから。高い位置から注ぎます。はい。そうすると、3分セットしました。はい、一応3分にセットしましたね。今、茶葉が、上下運動してるの。あー。それで、はい、もう一回アップ。じゃあちょっとアップします。滞留してますね。茶葉が上下運動するんですね。これはどういうことかというと、上の、部分の方が熱が放出されやすいんですね。で、下はこれ断熱のためにこの接触してないんですね。この、ポットの場合はこの下の、リングの部分、はい、この下についてるついてる部分が結局接触しないように作られてるんです。それによって断熱してるんで、この状態で、基本的にはこの対流運動が起きます。表面の一番上の部分ですね。この部分から熱が逃げます。はい。そうすると下は保温してるので、下の保温してる部分っていうのは対流で上に上がりますよね。はい。で、表面が冷やされるとこのポットに沿ってお湯が下へ降りてくるんですね。はい、この、対流に乗せることをジャンピングというんです。で、ところがこのジャンピングの欠点というのは何かというと、今この茶葉は結構大きいんですね。はい、青茶葉の大きさが大きいということですね。そうです。つまり高級な茶葉は大体大きいんですよ。で、大きい茶葉は基本重いんです。はい、と重い茶葉は簡単にはこれ対流に乗れないんです。はい、重たいから。そうですね。で、その時に、じゃあこれがうまく乗れる時はどういう時かというと、茶葉に泡がついて軽くなった時なんですね。ところがあまり泡がついてないですよね。そうですね。こうすると、もう茶葉の対流が終わっちゃうと、こっから色が出てかないんですよ。沈みっぱなしになっちゃうんです。つまり紅茶っていうのはこの状態の沈みっぱなしを作ると基本的に味が出ません。はい、でこれだと今の場合はある意味湯を沸かしすぎちゃったために空気が抜けちゃって、はい、結局茶葉に泡が少なかったためにすぐにジャンピングが終わっちゃったわけです。はい、もう終わっちゃって、もう終わっちゃいましたね。もう上下運動がほとんどないですよね。たまに上がるやつもありますけど、勢いよくはやってませんね。つまり、こういう状態になっちゃいます。つまり、この時に、沸騰させる時間を何分かけるかによって、これで3分ですね。はい、3分経ちました。で、実際3分経ったら、いいですか、紅茶がこの濃さです。この程度の濃さだっていうのを、まあ、一応、なんかちょっと薄い感じですね。薄いですよね。じゃあちょっとコップに入れておきましょうか。そうですね。じゃあこれちょっと置いてきますね。それではジャスミンティーぐらいの薄さですね。はい。じゃあ次にうちが推奨する入れ方をやります。はい、で、このじゃあちょっと全体にはいカメラ切り替えます。
前回も、ちょっと、ジャパネット高田ってに、この、自分とこの商品を PR しましたか、はい。PR しなくては、はい。はい。今回のこのポット、非常に、どちらかというと安っぽいですよね、ガラスで。そうですね。ね。例えばこれに対して、もうちょっと高級っぽくなると、これのが高級っぽくないですか？これナルミのポットですけど。あ、本当ですね。ね。だけど、僕はほとんどこっちを使わないんです、今は。こっちを使います。これは何かというと、こっちよりもすごくいい部分があるんです。どんな部分ですか？はい、それを説明しますね。はい、このポットを片付けるのめんどくさいじゃないですか。はい。めんどくさいですよね。めんどくさいですね。これ片付けたい。はい。これ、茶葉を抜きたいですよね。はい。抜くときに、これ、この状態でかき回します。くるくると。かき回しておいて、ここで、そうすると、茶葉があっさりと抜けたんですね。つまり、このポットは、一回このぐらいのことで、ちゃちゃってやって、このまま捨てれば、とても使いやすい。使いやすいでしょ？はい。で、もう一つ、ポイントとなるのは、このポットの場合、このフィルターが小さいですよね。ちっちゃいですね。この小さいフィルターで、茶葉をこさないかも。普通に考えたら、こせないですよね。こんな小さいものじゃ。はい。ところが、このポットならこせるんです。どういうことですか？これは、紅茶というのは基本的に水より重たいんです。茶葉は。水を吸うから。水を吸って、はい、さっき沈んでたでしょ、はい、沈んでたということは、紅茶の葉っぱは水より重たいんですね。もしもこれを傾けていくと、茶葉はどこに行きますか？そこに溜まりますね。そこに溜まります。そこに溜まって、こすのはここのフィルターのとこだけでこしてきます。つまり、ほとんどの茶葉はここに溜まったままなんです。なるほど。だから、この、ポットは非常に使いやすい。お手軽に、使えて。いいとこばっかりですね。はい。いいでしょ？うん。ところが廃盤になりました。そうなんですか。はい。これ廃盤になりました。こちらの店でも買えないんですか？はい。買えないですね。あら、残念ですね。非常にいいポットだと思います。で、今から、うちの、フレーバー式の、抽出、紅茶の立て方をやります。はい。で、今度は何をやるかというと、さっき、沸かしすぎた。はい。ね。沸騰させすぎちゃいましたね。させすぎだよね。はい。沸騰なんか、ちょっとさせりゃいい。で、もっと言うと、茶葉に、対して上からお湯をかける。コーヒーの時にもやりましたけど、もともと刺激を与えると嫌な成分が出やすいんです。それはコーヒーも紅茶も同じなんです。だからどうするかというと、この場合は逆です。お湯を先に入れてから茶葉を入れればいいんです。画期的ですね。はい、これでもって、本当はお湯をたっぷり用意する必要ないんです。必要な分、つまりこのポットに入った分だけお湯を用意すればいいです。ただまあ、今回は比較のために同じ 500cc でやりますけど、そこの部分は、そこまで本当はお湯はいりませんよ、はい、っていうところからいきます。で、まず、500cc の水を、さっきと同じように入れますね。だから、本来だったらこれを350でもいいんですよ。本来だったら必要ないです。だけど、まあ、とりあえず今回は同じ条件でやります。500cc を、はい、はい、500cc を入れて湯を沸かし始めます。で、湯を沸かし始めたら次にやるべきことは何かというと、ポット当たりますよね、はい、で、喫茶店を僕ら教えるときに、まず最初にやらせること、紅茶を立てるときにまずやらせることって何かというと、実を言うとまず火に水を火にかけなさい、はい、ここからスタートです、はい、なぜかというと、お湯が沸かないことには
話になりませんね。だからあのここから計量したりとかなんかはゆっくりとやればいいんで、まずはお湯を沸かしましょう。まずお湯を沸かしなさい。これが一番ですね。でさっきと同じ2杯半入れます。ダージリンを2杯半。はい、でこの状態で待ってればいいわけです。で、さっきも言ったうちの入れ方の場合はどこがポイントかというと、今これは保温してます。この保温している状態のお湯をジャーッと捨てます。はい。これはただ単に温めるためでしたからね。で、その後ここの湯が今お湯を沸かしてるわけだけど、はい、このお湯を沸かしてるやつをポットに入れて、入れます。それから茶葉を入れます。で、この時になぜ茶葉を先に計量したかなんですね。はい、そうですね。普通にスプーンがあるんだから、私も入れる直前に測って入れちゃいます。測ってやりたいでしょ。はい。ところが茶葉というのは湿らせたくないんですよ。まあそうですね。その時にこのポットの湯を捨てた時点ではここは湯気が出るんですね。そうですね。そうすると茶葉を計量してここに入れたら、はい、このスプーンは1回ずつ振らないと乾いてくれないんです。はい。そうすると入れて振って乾かして、入れて振って乾かしてってやるとめんどくさいでしょ。めんどくさいですね。で茶葉は湿りやすいと、はい、いうことじゃいかんじゃないですか。だからどうするかというと、他の容器を1個用意しとけばゆっくりと計量して後の作業が楽になる。それでもって紅茶も悪くなりにくい、はい、だからそこら辺 で、ね、必ず茶葉は他の容器で計量する、これを習慣づけた方がいいですね。なるほど。で今度の紅茶の場合はさっきも言ったように沸いたらすぐでいいんですね。沸いてきました。沸いてきました。温度が上がってきました、はい、今度は沸騰してすぐやりますからね。90度。はい、結構これ電磁調理器くんも早いんで。早いですね、本当に早いですね、はい、いいでしょ。いいですね。まあね、このエコではないかもしれないですが、ここで沸きます。じゃあ、はい、これを捨てておきます。はい、お湯を捨てました。はい、ちょっと見とってくださいよ。はい、もう沸きましたね。はい、ただ沸いたらここですぐに入れると、はい、泡がいっぱいあるでしょ。わかります？泡がいっぱいでしょ。つまり水に溶け込んでいた空気がいっぱいあったんです。踊ってますね。で茶葉が上に浮いてますよね。はい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 。つまり茶葉が上に浮いてるということはどういうことかというと、茶葉に泡がいっぱいついてるんです。はいはいはい。空気の泡が、空気の泡がつきますよね。ほんとどんだけか重たいダージリンみたいに大きな葉っぱであっても、この茶葉に空気がつくと軽くなりますよね。はい。で軽くなると軽いものは上に上がりますよね。はい。で茶葉が上に上がった状態で成分は重たいですよね。はい。ほんと重たい成分はこの茶葉から下へ染み落ちてくる。当然重たい成分は下が下に落ちるということは、軽い成分の溶けてない水はお湯はどうなるかというと上に上がってくる。ほんと必ず紅茶はこのなんつうんですかね、この成分の溶けてない水が必ず茶葉に接触できる。だからこの状態では非常にスムーズに成分が溶けるんですね。はい。で、このやり方のいいところは、例えばさっき言ったゴールデンルールの場合、ゴールデンルールの場合は対流運動を利用して成分を溶かそうとした。ところが今回は茶葉を浮かせてるわけですよね、はい、だから茶葉を浮かせてるんだったら対流運動関係ないじゃないですか。そうですね。だから例えばこれを保温しておきたいなと思ったら、ここにこうティーコーゼをこうやってやっといてもいいです。これで保温できますよね。はい。
ほいで保温できるだけじゃなくて、茶葉は上にあったでしょ。はい。上にあったから、成分溶けるときには何も変わらない。あ、どんどん溶け続ける。どんどん溶け続ける。あのゴールデンルールだと残念ながら対流運動がこれで止まるんで、あの成分が溶けないんですね。それに対してこの入れ方の場合はそれが成分が溶けるっちゅう良さがあるんですね。だからこういうふうにやれば必ず紅茶はしっかり溶けます。だから今ちょうど同じ3分間を今測ってるんで、はいはい、あの本来だったらあの茶葉が沈むまで待ってもいいんですよ。茶葉が沈むまで待って、それから、出せばいいんですけど、今回はそういうことじゃなくて、もう3分に区切って3分で出します。はい。これはなんでかっていうと、時間の都合っていうのもあります。で今日はですね、はい、実を言うと、45分で やめます。なぜ45分でやめるかと言いますとですね、知り合いのですね、この、あずま屋さんっていう、呉服屋さんがですね、この10時からユーストリームやるんですよ。はい、で僕もね見たい。でいろいろとツッコミを入れたい。チャチャを。はい、チャチャを入れたい。だからチャチャを入れるためにはどうしても、だいぶ出てますね。茶葉浮いたまんまですね。わかりますか？だからわかりますかね。茶葉が浮きっぱなしでしょ。だからまだもっと時間がかけれるんですね。成分はまだまだ溶かせれるんですけど、まあとりあえず一応3分で出しますね。はい。茶葉が溜まっています。色が綺麗ですね。わかりますかね。これ全然違いますね。色の濃さが、こちらがゴールデンルールでやったものですね。でこちらが今うちの入れ方でやったものです。濃さがこちらの方が薄いんですよ。わかりになりますかね。斜めから入れてみますか。当ててみますか。わかりますかね、これで。こちらが、フレーバー式です。で、こちらが、ゴールデンルールでやったやつですね。つまり、こちらのがしっかり溶けてるんですね。そうですね。はい。美味しそう。はい。で、これがまず、フレーバー式の抽出、紅茶の入れ方っていうのがまずポイントが一つです。で、次に、せっかくなんで、このストレートティーとミルクティー、はい、このストレートティーとミルクティーの入れ方の違い分かりますか？ミルクティーの方が濃いめに入れるって考えてました。はい、分かりました。じゃあミルクティー、今これは今入れた入れ方がストレートティー、つまりミルクを入れなくて入れる入れ方をやりました。はい。じゃあ今度はミルクティーをちょっとやってみます。はい。ちょっとこれはこっちに行きます。で、またさっきのように、じゃあこれね、簡単にこうやって片付く。はい、普通のポットだったらこんだけ簡単には片付きません。こうやって洗ってすぐに。いいですね。いいでしょ。いいですね。いいでしょ。はい。はい、でも廃盤なんですよね。廃盤なんです。残念。残念です。残念です。先でも持ってらっしゃる方がいましたよ。あ、いましたか。はい。あ、素晴らしい。じゃあもうめんどくさいので今まで500cc やりましたけど、もうめんどくさい、もう500はやめましょう。はい。やっちゃうんですか？もういいです。はい、できますから。これはもう素直にこうやって測ります。はい、ちょうどいっぱいいっぱいに、いっぱいに、はい、測りました。こうやって計量しました。これをで、さっきと同じですね、ポット温める。これはね、必ずやってください。やっぱり紅茶は、熱いお湯でないとちょっと溶けないんで。これは絶対ルールですね。これは絶対的なルールだと思います。で、またさっきと同じように、これを、沸かしてる間に、ダージリンを。ダージリンを計量します。これはまあ、さっきも同じように2杯半ですね。
こういう感じですね。はい。2杯半のダージリンです。はい。で、このまんま、少し待ちます。で、一応このミルクティーとストレートティー、これの違いは何かというと、簡単に言うと、ミルクと相性がいいかどうかでしょ。はい。簡単に言うと、ミルクと相性が良ければミルクティーになるし、はい、ミルクを入れた時にミルク臭くなればストレートティーの方がいいです。はい。だから、今から何をやるかというと、ただ、紅茶を入れる時点では全く同じことです。つまり、どういうことかというと、このお湯が沸いたら、沸いたお湯を、つまり、なんつうの、沸きたてのお湯をポットに入れて、はい、シャボン。ここまでは何も変わらない。で、ストレートティーの場合はそのまんま出したわけですね。はい。で、ミルクティーの場合は少しだけ変えます。どうするんですか？そこを、一応、こう。これから、はい。はい、そこを最初にやると、あまりにもあっけなくて、あら、なんだと思っちゃうんで、それはちょっと後にしますね。はい、いや楽しみに、うん。楽しみにしてもらわんと、あまりにも簡単なんで、見るとがっかりします。で、お湯が沸き始めます。だいぶ沸いてきましたね。沸いてきましたね。95度。はい、じゃあちょっとこれを水つけます。はい。で、沸きました。で、必ずここへ入れたときに泡がいっぱいでしょ？いっぱいですね。わかりますか？泡がいっぱいだと、茶葉を入れたときに茶葉に泡がついて浮いてくれるんです。この浮かせるっていうのが大事ですよね。あ、質問が、はい、沸いてる薬缶？薬缶に直接投入はまずいでしょうか？まずいかどうかと言われると、確かにね、そういうやり方もね、なくはないんですよ。ただ、夜間を使わずに、その場合、土瓶を使うことあるんですけど、土瓶だと、たまにやります。あ、そうなんですね。うん。そうそう、大量に作れるんで。あー。土瓶でかいでしょ。はい。で、土瓶だと、結局、熱でも、これ、必ず100度までしか上がらないじゃないですか。はいはいはい。ところが、ここに、金属、まあこれだと、まあ金属ですよね。はい。金属のとこを沸かしてるこの部分っていうのは、当然100度以上になるでしょ。はい。100度以上になるから、結局お湯に熱が伝えれるんで。なるほど。だから、そういうことはあまりやらないんですけど、火を切って、そのまんま土瓶にぶち込む、茶葉をぶち込むっちゅう、強引な技を使う時もあります。あるんですね。最終的に、まあ、言い切ると、うまくいけば OK なんで、コーヒーも紅茶もそうなんですけど、うまくいったもん勝ちなんで、サイフォンで、基本的に、茶葉は動きすぎると大体うまくいきません。あ、そうなんですね。うん、そうですね。さっき、おっしゃってましたね。ジャンピングの時に、さも茶葉は上下運動しているように見えますけど、基本的に茶葉はこの対流に乗ってたんですね。で、対流に乗るっていうことはどういうことかというと、茶葉はいつも同じお湯と接するんですよ。対流に乗ってこう移動してるだけなんで、お湯は毎回同じお湯と接してたんですね。だから刺激はあんまり与えられたくないんですね。はいはいはい、そういうことですね。うん、だからそこら辺で言うと、できる限り、これも結局茶葉を後に入れましたよね。はい。お湯を先に入れて茶葉を入れました。はい。ということは、茶葉を後に入れたということは何を意味するかというと、はい、茶葉にできる限り刺激を与えたくなかったんですよ。で、できる限り刺激を、これで今の言葉を使っちゃうと、実は非常にこの後がやりにくいなというのは、今ちょっとふと思ったんですけど、まあこのままいきます。はい。で、実はコーヒーも、松屋式という入れ方やってて、一応コーヒーなんで、どうしてもコーヒーの方に流れちゃうんですけど、松屋式というのは粉を動かさずにお湯を通過させる技術なんですね。
で、それによって綺麗な緑。で、その次に、一応松竹ドリップというドリップの方法があるんですけど、その松竹ドリップをやると、ミルクと相性がいいっていう性質が出るんですね。はい。で、その松竹ドリップというのはどういうことをやるかというと、簡単に言うと、この人数分の半までは、普通の松屋敷上。はいはいはい。で、その後に、ちょっと後半で粉を攪拌させるという技を使う。へで、それをやると、実を言うと、コーヒーがミルクに負けなくなります。強い味になる。強い味になるだけじゃなくて、ミルクに負けないっていうことは、簡単に言うと、ミルクに対して、ミルクっていうのの粒子とコーヒーの粒子のサイズが違うんですね。ほんと、混ざらないんですよ。ところが、そこに微粒子が入ると、コーヒーの微粒子が入ると、コーヒーの微粒子にミルクが膜を張る。そうすると、初めて混ざるよ。つまり、そこに微粒子が欲しい。はい。となると、これも大体予想がつくと思いますが、これを一回だけスプーンでかき回すと、これがミルクティー。なるほど。で、一度もかき回さないとストレートティー。だから、今こういう状態になりましたね。本来は茶葉を下まで下ろしたいとこですが、じゃあこれちょっと上にセットしよう。通常カメラでいきます。こっちのカメラで全部いきます。今からこっちのカメラばっか使います。なんでかというと、アップのカメラの線が引っこ抜けました。はい、すいません、失礼しました。こういうことあります。で、ここで、最初からもう一回戻すっていう方法もありますが、別にアップのカメラなくてもやれます。だから、アップのカメラなしでいきます。はい。で、今この茶葉ありますね。だからこっち前出せばアップですもんね。そうですね。アップカメラですね。アップカメラですね。この状態で、一回だけかき回します。これだけで、ミルクティーになります。ミルクティー用になります。で、実際に、せっかくなんで、よいしょ。ここに、あ、じゃあ一口だけ。あ、いただきます。林さんに。はい。ちょっと熱いんですけどね、コップにしたので。で、これをこう入れます。あ、美味しい。美味しいストレートティーです。はい。いいですか？ここから非常にリアクションだけになるので、あ、落ちましたね。ちょっといろいろ今日ちょっとパラプラが多いですね。はい。来週ぐらいになると次はこの上に5本蛍光灯がありまして、その5本の蛍光灯のうち2本は LED に変えました。ノイズがひどいということで、変えました。だけど、まだ3本残ってまして、その、他の3本の方がノイズを今回出してます。はい。だから、来週また、LED 買います。だから、バージョンアップを。はい、次は、ノイズがない、ノイズレスの、放送ができると思います。で、これ、残念ながらこれ、牛乳じゃないです。スジャータの純乳脂肪。だから、まあ、ミルクに近い、脂肪分、純乳脂肪っていうのは油ですよね。これを、まずこちらに入れます。あ、こちら、ストレートティーですね。そうですね。かき回します。こうするとね、もう紅茶の味がなくなっちゃうんですよ。飲んでみていいですか？はい、コードレスは無理ですね。なんか残念な味になっちゃった。残念な味に。つまりどういうことかというと、ミルクに負けましたよね。色はあんまり変わらないですね。はい。じゃあミルクティー用の熱い。熱いです。熱い。本当に熱いんですけど。すみません。皿置きましょうか。大丈夫ですか。冷めてから試飲させていただいていいですか。あ、じゃあカップに変えます。はい。ちょっと熱いそうなんで、アイスティーもやります。ギリギリです。はい、ギリギリです。45分に、とにかく10時までには終わります、今日は。東屋さんの放送を
はい、皆さんに見ていただかなくては。はい、熱いですね。あのだけどミルクに負けなくなったでしょ。うん、確かに。あのどういうことかというと、かき回すということによって茶葉の繊維が切れるんですね。繊維が切れると、その繊維にミルクが膜を張ります。それによってミルクと混ざることができる。それが一応あのミルクティーの作り方。つまり最後のとこでスプーンでかき混ぜるかどうかだけでミルクティーとストレートティーを、作り変えます。簡単な一技ですね。はい、たったこれだけなんで、だから誰でもできるはできます。ただその一つのことを知ってるかどうかだけなんで、それだけを、覚えてください。かき回すとミルクティーで、あのかき回さないでやるとストレートティーという感じですね。じゃあ今度はアイスティーいきます。ただこれももうあのカメラ1個なんで、もう全部ここでいきます。こうかき回しますよね。はい、でこれを入れます。まあ便利でしょ。これ一家に一台欲しいでしょ。欲しいですけども廃盤です。残念です。でこれで OK ですね。はい、でちょっとこれ水抜きましょう。それではまた水を測ります。はい、今度はアイスティーですね。はい、はい、本来ぴったりのアイスティーを、はい、アイスティーっていうと結構ダージリンとかなんかあまり使わないんですね。普通はよくアールグレイの、アールグレイ使いますよね。でなんでアールグレイを使うかというと、アールグレイという紅茶はもともとがあれじゃないですか、キームンテって中国茶なんですね。で中国茶に、その中国茶といって中国の紅茶ね、はいはい、にベルガモットっていう、まあ、柑橘系の香りをつけてる。で、あの紅茶はどちらかというと渋くないんですよ。あ、そうで、もともとが紅茶、アイスティーにした時にどうしてもこの濁りが気になるんですね。つまりクリームダウンというんですけど、濁りが出やすい紅茶はだいたいアイスティーに使わないんです。あ、そういうことですね。アールグレイは濁りにくい紅茶ということなんですね。そうそうそう。で、ダージリンはどちらかというと濁りやすい紅茶なんで、普通はアイスティーには不向きです。でも今、はい、ダージリンを入れました。はい、ダージリンでやります。で今度はもうさっきも言ったようにこのカメラしかないので、このカメラの前でやります。このカメラの前でやる以上は この高さにした方がいいですか。あ、いい感じですね。いい感じですね、はい、ちょっと下げます。顔は映りますね。大丈夫ですね。ですね。でこの状態でいきましょう。まあ基本的にカメラなんか1個でも2個でもどっちでもいいんですね。まあせっかく2個あったんで2個使ってただけで、はい、実際1個でも全然平気なんです。なんせカメラ自体すぐ近くにあるんで、そうですね、手で届くような位置にあるんで、はい、別の全然平気なんですね。で、はい、今お湯を沸かしております。はい、今お湯を沸かしてます。さっきまではお湯を沸かしてるシーンをわざわざカメラで撮ってましたが、別なお湯をね、何回もね沸かしてるシーンなんかいらない。まあそうですね、湯を沸かせば同じように沸騰する、はいはい、だったらそんなもん必要ないじゃないですか。だからその部分はなしで、はいはい、沸きそうです。絶妙な手さばきで紅茶を入れます。はい、で、ジャボリン、はい、入れてすぐ蓋をする。蓋をする、こういう状態ですね。で、同じでいいですよ。あ、茶の量とお湯の量は同じですか。まあ同じでいいです。
本当で言うと、こう、濃く出してもいいですけど、別に、どちらかというと、長めに、時間かけて、成分出せばいいです。で、この入れ方の場合は、茶葉が沈むまで待っててくれりゃいいと思います。はい。ただ、どうしても、この、アイスティーの場合は、薄くなりやすい。つまり、どうしても氷で一回冷やすんで、薄くなりやすいので、その点では、ちょっと濃いめに出してもいいですけど、そこまで気にしなくてもいいです。自分の好みでいいと思います。で、これを出してます。この出してる最中に、じゃあ、アイスティーの準備は何をやるか。はい。で、この状態にしておいて、次に氷を用意します。はい。で、これは、実を言うと、先週使った、あのポットですね。あのポットです。アイスコーヒーを作る、水出しアイスコーヒーを作るのに非常に効果的なポットですね。だからこれを使います。15分前になりましたね。急いで急いで、巻いて巻いて。絶対に、あずまやさんの迷惑はかけない。10時には終わります。10時には終わります。大丈夫です。で、ここに、まず氷を入れます。今から入れる入れ方は二度越しっていう紅茶の入れ方で、磯口さんという紅茶の研究家がいまして、はい、その方が考案された入れ方で、はい、これ僕のアイデアじゃないんで、先にそれを言っておきます。別段全部を僕はオリジナルでどうこうやってるわけじゃなく。いいものはいいなと思っただけなんで、これこうやってきますね。はい。で、氷がたっぷり入りましたね。氷がたっぷり入りました。で、せっかくなんで、一応林さんに飲んでもらうために、グラスを用意します。はい。はい、で、この状態でちょっと氷を入れておきます。はい。で、やっぱり氷はたっぷりあった方がいいですね。そうですね。で、この状態にしておきます。で、この状態でどこで吹いたのかな、まあいいや。ここで今、今成分が順番に溶けてます。はい。つまりこの状態というのは、これ見えると本当はいいんですけど、ちょっと茶葉が上に溜まりながらも落ちて、はい、この茶葉が下に落ちるっていうことは、もう茶葉自体がふやけた状態になったんですね。十分出てきた。だから十分出てきた状態ですよね。だからこういう状態になります。で、この状態で今3分間経ちました。はい。本来だったらもうちょっと置いておきたいところですけれども、今日は10時までに完全にやめるんで、それ以上は絶対にもう今日はもう VTR なしでいきます。はい。で、この状態で最初にこの紅茶を他の容器に移します。ここがポイントになります。まず第一のポイント、これは意味としては一度冷ましてあげるというところですか？というよりも、今から氷の中に入れるんですけど、氷の中に一気に入れたらその後一気に戻すんですね。おー。つまり今これはものすごく温度高いですね。この紅茶は出来たてなんで、はい、当然90度以上ある紅茶です。はい。で、この紅茶を氷の中に入れますね。はい。ちょっと氷の水を抜いておきます。いいですか？じゃあこっちに置きましょう。ここで移りますかね。はい、移りますね。いいですか？この紅茶をここに入れます。で、入れたら一回かき回したらすぐ抜きます。
瞬でしたね。つまりこうするとこの紅茶はわかりますかね、こう、まあ、これは林さん。全然冷たいです。はい。つまり、常温ぐらいになるでしょ？つまり、一瞬で、ここまで下がります。つまり、このまんま、氷の中に入れておくと、ここまではすぐ下がるんだけど、この後、緩やかに下がっちゃう。はい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 。そうすると濁るんです。そうなんですね。だから、例えば、さっきの紅茶を、さっきと同じ紅茶を、例えば、冷蔵庫で冷やしちゃう。いうことをやると、これは完全に濁ります。あ、じゃあ、濁るというのは、緩やかに温度が下がるから。温度が下がると濁ります。だから、この状態ですよね。で、もう一つ、じゃあ。すごいでしょう。全然透明ですよ。で、この状態で、もう一個、グラスを用意してますね。で、実は言うと、緩やかに、冷やした、紅茶が用意されます。これは今日準備してきました。ひどい濁りようです。わかりますか？これとミルクティー並みに濁ってます。これは同じ紅茶です。本当ですか？はい、これ同じ紅茶ですね。同じ大豆に使ってます。だからこれをこのまんま。はい、はい、これがアイスティー。冷たい。はい、アイスティーなんです。で、これ濁ってますよね。美味しい。あ、ダージリンのアイスティーはなかなか飲めないですね。はい、飲めないでしょ。これが濁っちゃってるんですね。これ飲んでみてもいいですか？はい、どうぞ。味は同じなんですか？あ、そうなんですか。はい、これで、これは実を言うと、じゃあ本当にこれ、もしかしてミルク入れたんじゃねえのって思うでしょ？だから、ここに入れて、軽く温めます。じゃあこれは、やめて、あ、まあ、これは、ね、残しておいて。よ。つまり、今、このミルクティーを少し温めてます。今、IH ヒーターにかけております。はい、結構早いんで。おお、これが、アイスティーだった紅茶です。これが、少し温めると、もう、もともとカフェインとタンニンの結晶が、もう一回外れるんで、今言葉を失いました。はい、このぐらいに綺麗にいきます。すごい。はい、これがお分かりになりますか？本当に濁っていた、はい、アイスティーですね。アイスティーです。手品。はい、そうですね。一応勝さんのやつで言うと、温度が上がると溶ける成分、その通りです。カフェインとタンニンの結合だけなんで、これはもう一回戻せます。だから、こうやって少し温めるだけで簡単に、戻すことが可能になりますね。で、あずまやさんの、アドレスですね。あずまやさんのアドレスはですね、あずまやさんに、ここで、ツイッターで書いてもらいたいなと思うんですけど、書いてもらえませんかね。お願いします。はい。それで、ここでやめとかんと、本当は、あずまやさんの方に行けないので、ここで本来は、もう一つ、実は言うと、あるんですけど、あと5分で、なんとかします。サクッと。サクッといきます。サクッと。ポットのお湯を使うと、本来は、紅茶はうまくいきません。濁ってもやり直しで効くということで、濁ったら簡単に言うと、ちょっと温めるか、もしくはお湯を少し入れて、やるだけで簡単に、それ自体は、もう一回戻すことができます。はい、やろうと思いましたが、やっぱり、東屋さんに迷惑がかかってはいかんので、
今日のところはこれはなしということで、ということで、あの次の時にもう一回紅茶をやりましょう。あ、そうですね。その時にもうちょっとゆっくりと、はい、あの技を、細かい技とあのアップのカメラを使った、はい、はい、味付けをやりましょう、はい、していきましょう。ということで、まあ、今回は、紅茶に関することを少しやりました。ちょっとタイムラインの方はちょっとぼえなかったですけど、そうですね、またあの質問があれば聞いてください。ただ残念ながらコーヒー屋なんで紅茶に関しては大したことないです、はい、ということで、今日は、お疲れ様でした。じゃあどうもありがとうございました、はい、じゃあこれで終わりになります。この後は東屋さんのユーストリームを、見てあげてください。またこのタイムラインの中に東屋さんが書いてくれると思います。ということで、じゃあ今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。